マートさんは、金星で最も高い火山。金星の平均半径を基準とした時の標高は、約8000メートルであり、北0.9度、東経194.5度に位置する。古代エジプト神話の女神マートにちなんで名付けられた。マート山には巨大な山頂カルデラがあり、その大きさは、単径28キロメートル、長径31キロメートルである。 カルデラ内部には少なくとも5つの崩壊クレーターがあり、そのうち大きいものは直径が1 0トルある。マート山の南西側斜面には直径3トルから5トルの小さなクレーターが天井に連なっている。その長さは4 0トルにわたる。これは割れ目噴火によるものではなく、崩落によるものと推測されている。 金星探査機マゼランは1992年に高解像度の画像データを取得したが、これら一連のクレーター列から溶岩が流出した痕跡は確認されていない。マート山では過去に少なくとも2回大規模な構造崩壊が発生したと考えられている。マート山では比較的最近に火山活動があった。この痕跡は金星探査機マゼランが1992年に レーダー調査を行った際に発見された。金星探査機マゼランは、マート山の山頂付近及び北側斜面において過去に火山廃流が発生した形跡があるというデータを報告した。1980年代初頭、パイオニア・ヴィーナス計画により金星の大気調査が行われた。その際、金星の中層大気及び 超高層大気において、二酸化お及びメタンの濃度に大きな変動があったことが確認された。このことは、惑星地質学者の大きな関心を引き寄せた。この濃度変化の理由の一つとして、マート山において、プリニー式噴火が発生し、高く吹き上げられた火山ガスが大気と混じり合った、可能性が挙げられた。金星において、火山活動が活発であるという証拠は数多く、 示されているが、マーと山の噴火は今日まで確認されていない。ありがとうございます。